日本を取り戻す CGS 政作コンサルタントの室伏健一です、えー。10月1日からですね、残念ながらインボイスがですね、導入をされてしまいました。お買い物なんかをしてですね、なんか買った時に、まあ、領収書をもらうとですね、登録番号って書いてあったり。 ですね、えー、まあ、領収書として使うときは、名産が書いてるところを切り離すと無効になっちゃいますからとかですね、いちいちうるさいなと思いながらですね、あの切り離さず使ってるよと思いながら、あのー、そういうことまで言われるように、そんな状況になってます。で、普通にお買い物をされたりとかする分にはですね、インボイス、不んあ、なんか登録番号って入ってる、t なんとかって入ってるっていうぐらいにしか思わないかもしれないんですけど、要はこのインボイスを、 ま、発行したりとか、あ、その、的確請求書等保存方式のそのまあ的確事業者の番号ですね。これが付された請求書なり領収書っていうものを発行しなきゃいけない方々にとってはですね、そこで消費税が10%でどれくらいでっていうふうな書き方もですね、国税庁が、ね、定めた書き方をしなきゃいけないということで、まあ、今、正直私のところに聞こえてくる声はですね、現場が大混乱をしていると。 いう話なんですね。インボイスを発行しなきゃいけなくなると、それは、あの、消費税の課税事業者にならなきゃいけないからというところは、あの、よく言われます。で、これは、あの、確かにその通りですし、その結果として、これまで非課税事業者が課税事業者にならざるを得なくなって、負担が増える。これは、あの、確かにあります。確かにあるんですけど、課税事業者であっても、そのインボイス対応がですね、非常に、あの、まあ、あ煩雑であったりとかですね、 あとその、まあ、今課税事業者であっても、いつ非課税事業者、つまりあの、売上が1000万円未満になるかわからないので、やらないっていう方もいますから。 そうなるとですね、その事業者ごとの対応をしなきゃいけないと。で、今のところその特例措置というのがありますから、特例の対応ができるんですけど、結局特例の対応をするためにもですね、その人によって、課税額を変えるというのはできません。実質的に8%になるように、要はその支払額をですね、減らして調整するとかですね、そういうことをしなきゃいけないというふうなことになってますね。で、当然ね、インボイスを登録をするのか、登録をしないのかということについて、これはもう事業者の選択に任せられているというの これが制度上ね、前提でありますから、強制することはできないと。まあ強制しているところもあるようでありますけれども、強制することはできないということですから、まあ結果的にいろんな事業者と付き合わなきゃいけないから、もう多種対応は対応をしなきゃいけないと。で、この数が増えていったらどうなるかっていうと、本当にこれはもうね、煩雑極まりないというふうな状況になるんですね。これ例えばですね、まあ大手スーパーってありますよね。いろんなところから物を仕入れていきます。ということになると、中小零細もあるわけですよ。 で、野菜なんかは特に中小零細いますから、もうそこがね、インボイスを登録してるのか登録しないのか、まずそこから確認しなきゃいけないし、まあスーパーとしてね、お前らインボイスやらねえと分かってんだろうな、なんてことを言うと、今ね、あの一応公正取引委員会の監視の目がすごい光ってる時ですから、そんなことしてできないと。どっちにしますとしか言えないんですよね。 で、結局、その中小零細人が足りなかったりとかですね。で、しかもいろんな対応しなきゃいけないですから、そうなるとまだ対応が遅れているというところなのかもしれない。で、そういうところはどうするんですかということで、とにかくですね、もう一言で多種多様というふうな簡単な言葉で言っていいのかどうかぐらいに、今現場が混乱をしてしまっているということなんです。で、当然このね、現場の混乱というふうなものはですね、今で終わるということではなくてですね、今後も続きます。なぜかというと、新しい事業者が出てくるかもしれないし、 あとはその事業者がまあ売り上げが変わってさあどうしましょうってことになるかもしれないし、もうそれは本当によくわかりませんよね。で、しかも特例も終わっちゃう。 まあ、特例はえ何年かありますから、じゃあ特例終わったらどうするんですかというふうなこともありますし、で、もしかしたら廃業しちゃうかもしれないですし、普段の事務作業もそもそも増えるというところに加えて、事業者によって対応を変えなきゃいけないというふうなこともありますし、その事業者が今後どうなっていくのかもわからないし、新しい事業者が来るかもしれなくて、その事業者はどうするのかもよくわからないということですから、まあよくね、制度が導入した時は初期の混乱はあるんだよというふうに簡単におっしゃる方がいるかもしれませんけど、 この混乱は、まあ、はっきり言えばこんなねくだらないインボイスなんていうふうな制度がある限り続くと思っていいんだろうなというふうに思います。で、まあ、正直ですねインボイスでですね負担が増えるのが、まあ、事務負担ではなくて、まあ、課税額というかお金の方の負担が増えるのは、えー、現行の非課税事業者というふうなことが中心で言われてるんですけど実はですね、まあ、先ほど言ったようにですねその事業者はまあ非課税事業者のままですよとだからインボイスの登録はしませんよということになると。 どうなるかと。そこが発行した、そこから何かを仕入れた場合って、仕入れ税額控除ができなくなりますよね。ということになると、これは言い方を変えれば何ですかと言ったら、増税なんですよね。自分は課税事業者です。非課税事業者から仕入れをします。で、この非課税事業者のあの仕入れというのは、仕入れ税額控除はできません。その部分はどうするんですかと言ったら、こちら側がまあ、被ることになりますから、結局それは、 その分の消費税というのはこちらが負担するということで、実は課税事業者にとってもこれは税額が増えるということになっちゃうわけなんですね。もう負担はいろんなとこで増える。で、しかも事務負担が増える。そして金銭的なね、負担は増えるということで、何のいいこともこれないわけなんですよね。で、まあ複数税率だから、だからインボイスを入れてるんだというふうなね、ことを言ったりする方がいらっしゃるかもしれませんけど、じゃあなんでこれまで複数税率だったのに、 なかったんですかうまくいってたんですかということですよね。でね、これね、ちょっとね、非常にわかりやすい例なので、それに関連して申し上げておきますと、以前ですね、10%に上がって10%と、それから経験税率8%がありましたと。で、そのお店でお買い物をして、食品ですね、食料品、お家に持って帰る場合は8%です。ただ、イートインになったら10%ですと。 いうふうな、あの、話がある中でですね、えー、そこで買ってお持ち帰りをしますと言ってたんだけども、イートインで食べてると。そうするとそいつは8%しか払ってないと。イートイン脱税だというふうな話がありましたけど、これ完全に間違いなんですね。消費税というものは、あくまでも価格の一部を形成してるということですから、別にこれ 8でも10でも結局事業者側がその価格にどう含めて考えるかってことはもう事業者側も結局これ判断になるわけなんですよ。ということになるとですね、8%で一応計算してようと、最終的に納税の時に8%にするかどうかっていうのは、これはもう事業者がどういう風なね、あの、シールというかその課税処理をしているかによるっていうことですから、実際にそのレジでね、価格に含めて払った額 が、そのまま行くとは、これ限らないです。これ別に脱税でもなんでもなくって、価格の中に含める、その税というものをどういうふうにするかということだけですから、別にその人がイートイン行こうが、お家に持って帰るのが、はっきりとこれ関係ないんですよ。ということは逆に言えば、そんなね、複雑な税制を作るから悪いわけであって、もう10%じゃなくて8%ままで良かったじゃない。っていうか、はっきり言って、もうこれね、根本的な話言っちゃいますけど、消費税って目的税でもなんでもない、ただの一般財源ですから、 で、しかも、事業者に負担をかけるだけの直接税でしょこれ何のためにやってんのって言ったら、昨日からすれば、国民経済からお金を消す。つまり、これ、貧困税制なんですよ。別の言い方をすると、まあ、日本国衰退税制ですよね。誰が喜ぶんですかって言ったら、大陸の五星後期の国ですか半島のあの若旦那ですかまあ、そういう話になっちゃいますよね。だから私は、常に言ってるのは、財務省さん。あなたはどこの国の悲観なんですかという話なんです。 まあちょっとね、インボイスの話からどんどん発展したように来るかもしれませんけど、インボイスという制度自体は、まさに国民経済を混乱させて、国民経済から必要なお金も吸い上げてしまう。その吸い上げ方をより確実に、そして微妙に増やしていこうと。そうするための制度であって、国民のためには全く役に立たない。百害あって一理なしの制度であります。で、これ導入をされてしまいましたけども、まだまだこれをね、中止させることとか、 やっぱり一回見直ささせるということは、これは不可能ではありません。理由はなぜか、この制度によって、これだけ混乱している、これだけ負担が増えて、まあ別にこれ特定企業僕ね、どうこう言いつもりないんですけど、システム入れ,入れればなんとかなる話はないんですよね、これね。いや、もちろんシステム入れれば事務負担が多少軽減されるかもしれませんけど、やることは簡単には手でやるかシステムでやるかっていうだけの違いにしかすみませんから、やる手間は変わらないわけですよね。 だから、あの、繰り返しますけど、おそらくどっかのソフトの会社を想像されてると思いますけど、別にそこが悪いって言うわけじゃなくて、そもそもこんなもんでいらないんだよ、というふうなことを私は言いたいわけであります。ですから、あの、もう導入されてしまったから、だからもうね、仕方がない。仕方がないんじゃなくて、導入してこんだけどうしようもないことが明らかになったんだから、だからやめろと。 いう声をね、引き続き、あの、上げていっていただければと思いますし、私も引き続き上げていきますし、ずっとね、インボイスを止めるためにですね、ずっと頑張ってきたストップインボイス。50万以上の署名を集めてですね、岸田事務所の秘書に渡したそうでありますけど、今もう100万人を目指しているそうです。さすがに100万人がですね、インボイスやめてくれ、少なくとも延期してくれというふうなことを言ってですね、それを無視するって言ったら本当ね、 岸田総理、そして財務官僚、もう頭おかしい人ですよ、もう本当に。まあ頭おかしいからね、こんな財政運営やってるんだと思いますよね。まあだからといって、本当は政治が決断すればできるわけでありますし、ちゃんと分かってる、これ与野党議員います。野党でも分かってないトンチンンはいっぱいいますけど、分かってる人もいます。ですから、その分かってる与野党の方々に、ぜひね、積極的に働きかけをするという意味でも、皆さん、ぜひね、ストップインボイス、インボイスを止める。もうインボイスの実施を少なくとも、あの、もう延期じゃダメですね。これは止める。 その声をね、一緒に上げてまいりましょうそれでねこのインボイスって言いますとねどうしても事業者の話であってなんか事業者がなんかこれまで税金払ってなかったやつがねあの払わされるから文句言ってるだけじゃないかとまあそういう認知が解説する人とかいるじゃないですかメディアでねまあ具体的な名前言いませんけど。 まあ、そもそもね非課税制度っていうのは制度上設けられてますから別にあれあの脱税してたわけでもないしあのごまかしてたわけで何,何でもないんですこれまでね払わなかった方々も払わなきゃいけなくなりますということならどうなりますかといったらもちろん消費税を取って結果的に売り上げが1000万いかなかったから消費税は、まあ、納めませんでしたというふうなあのことだったわけですけどもともとね価格に含めて消費税というのをまあ 税分を乗っけて、まあ売ってるところもありましたし、まあそうじゃないところもあったかもしれないんですけど、まああらゆるところでね、取引で消費税ってかかってきますから、そうなると当然ね、もう一回言います、重要なポイントとして、消費税というものは、これ直接税で、あくまでも価格に含まれている価格の一部なんですということですね。ということは、その事業者が消費税を確実に、まあ払うということになるとどうなるかというと、価格が上がるんですよ。つまり、皆さんの 消費の負担が増えるっていうことなんです。で、これはいろんな取引の形がありますが、一概には言いませんけど、簡単に言えばですね、何か物を買います、サービスを受けますという時に、その価格の中に消費税というのは含まれています。ですから、消費税の減税をすれば価格が下がるっていうのは、これはそういう意味なんですね。これは小学生でもわかりますよね。逆に言えば、消費税をこれから払うというふうな、まあ事業者がどん,どんどんどん増えるようになれば、 価格に含まれる税というのが価格の中にこれ乗っかってきますから、当然その分値段上がるんですよ。わかりやすく言えば、これまで100円で買えたものが110円になるってことなんです。で、このものの値段が大きくなればなるほど、その税額って増えていくでしょ皆さん、どうなります毎回毎回支払額増えるんですよ、これ。で、しかも、これちょっとね、複雑な話になりますけど、 そのための事務負担があります。で、事務負担って、あの、もちろん自分たちでもありますけど、その分、外注をしたり、システムを入れたりとか、いろんな形でお金かかりますよね。外注をします。税理士さんもその分の確認やるから、税理士の、あの、まあ、委託料も増えますね、と。システムって一回入れたら終わりじゃなくて、ずっとメンテナンスとかで、ライセンスとかずっと払い続けなきゃいけない。その分も乗っかりますよ、と。ね、ということで、いろんなコストが乗っかりますから、その分も価格に乗っけなきゃいけないということで、税の分と、それから、 インボイス対応のための事務コスト分というのをここに乗っけますから、結局単純にね、100円が110円になるだけじゃなくて、120円か130円になるかもしれないということなんです。だってそうしなかったら未然に切るだけですから、やっていけないじゃないですか、事業者。かかってるコストはすべからくですね、皆さんが支払う価格に乗っかってくるわけですよ。ってことになったら、当然値上げするに当たり前じゃないですか、これ。で、今後、そのコストもね、あの、どう変動していくかわかりませんから、これさらに値上げされるかもしれませんよね。 ということで、実はこのインボイスというものは、皆さん、消費者の皆さん、サラリーマンで、俺は消費者だけでは関係ない、私は関係ないと思ってる、そこのあなた、あなたの消費負担もこれからどん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 増えていくことになるんですよ、と。そういうね、はっきり言って国民を苦しめる、苦しめて喜んでるんですかね、財務省はなんかね。そういう制度なんだ。 これはねぜひ皆さんね忘れないでおいていただいて周りでねとんちんかんな俺関係ねえよ私関係ないよっていうふうなこと言ってるやつがいたらいや高くなるよとインボイスで値段上がるぜということをねぜひ教えてあげていただければと思います。日本を取り戻す政策コンンサルタントの室下健一でした